憲法の施行から77年、憲法記念日の今日、札幌では護憲派の団体が憲法改正反対を訴え集会を行いました。護憲派の団体が大通公園で行った集会にはおよそ500人が参加しました。北海道平和運動フォーラムの山崎俊一代表が挨拶し、ロシアとウクライナの戦争が続く中、日本が今すべきことは血を流さない世界にするための武器である平和憲法を守ることだと訴えました。このあと議員や大学教授ら8人がスピーチしました。憲法が私たちのために残してくれたこの余白をより自由、より平等で、より民主主義的な社会を作るために使いましょう。札幌では午後には改憲派が集会を開きます。